V ジャンプライバルズ TV、 略してベイバルズ始まるよ。チャンネル登録はこちら、よろしくお願いします。さあ今回はね、はい、ナーフ、ナーフ、ナーフよ、よく聞きますけどナーフって、ナーフってね、はい、ナーフっていうね、すごい威力の弱い銃があるのよ、あのおもちゃの。ああ、そうそう、ありますね。あれ読者プレゼントコーナー担当してた時たまに買ってましたよ。あ、そうなの、はい、それが語源となってるって言われてて、はい、まあ、弱体化、弱くなっちゃうことをよくね、ネットでは、まあ、スラング用語として使われてたりするね。そのナーフの対象になってしまったカードがね、はい、ずらりとずらりと対策したい、環境への理解を、はい、そう、大事だから、はい、一緒に学んでいこう。はい、じゃあまずはね、はい、職業共通カードよ。これかイタズラモグラとキャットバット、キャットバット、ヒットポイントがそれぞれ下がりましたか。それぞれ下がったと、はい、これ HP が1になったことによって、まあ、非常に取りやすいカードになってしまったと。なるほど。1コストだとメラゴーストとか、はい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 、まあ、あとゼシカだったりするとイオとか、ああいう小さい火力のカードということを考えると、まあちょっと生き残りにくくなったから、こういうのもそんなに高くはできなくなっちゃったかなって。な、ね、そしてキャットバットは、うん、HP が1になっちゃったことで、ジャガーメージ、ジャガーメージの効果を3体いれば、そう、発動させやすくなったに加えて、はい、死んでしまうようになってしまった。なるほど。数増やせるカードだから、まあ、そうですね。そう、トルネコとかで立花とか3コストで、まあ、2体出るから2枚引けるカードだったり、いい感じの調整なんじゃないかな、むしろ。続いての職業はこちら、戦いのドラム、そして鋼のそろばん。コストが、そう、お互いに2上がってると。2上がるはでかいよ。ドラムみたいなカードは、はい、自分の場にモンスターを自分の場に並べつつこいつを撃つみたいな、 そうですね、そういう使い方もできたんだけど、これ自体が7とかになっちゃうと、このカードと一緒に使うターンでユニット並べずにくくなっちゃったりとか。だろうね7コストだけど、はい、結局その場に残ってる状態の次のターンでこれ使えばまだ勝負決められたりとかするから、うんうんうん、なんとなく切り札感が強くなりましたよね、後半に出てくるのかなっていう意味では。で、まあ、地味にその負け添いを食らったと言ってもいい、鋼のそろばんスキルブースト貯める段階でここの攻撃力も上がっていくから、そうか、両方ね、ここもう相乗効果的なものが、はいはい、果てしなかったのよ。これちょっとトルネコは結構ダメージが大きいですね。まあそうね、まあ、ただそれでもまだね、まだドラムあるし、はい、何よりもみじ小僧も残ってるしね、そうか、また新しい戦い方できるんじゃないかな。なるほど。そう、これがナーフ最後だね。はい、これは早読みはコストが0だったのか。そう、0から1へ。妖術師は5から6へ、はい、お互いに1コストずつ。確かにゼロコストはちょっと強かったなというか、う、もう要はやりたい時に使えるっていう、そうなのよ、まあありましたよね。5ターン目に妖術師が出てきたりとかして、はいはい、まあ、おゼロコスト妖術師棒立ちよみたいな時に、早読み早読みみたいなことやると、ダメージ2回与えつつなんか別の魔法を打てたりみたいな、はいはいはい、序盤の殲滅力、すごい速攻系のデッキに対しての殲滅力がちょっとこれでなくなってしまった感じ、はい、まあ、他にもやり方はあるけど、その1個の手段がなくなってしまった感じ、かつ、かつ、まあ、コストマイナス3よみたいな、マイナスする数字増えてるのよ。お、まあ、増えてるけど、もうもうもうゼロコスって数値ができる数字、そう、ね、そう、もう何も考えずにプッ、そういうことももうちょっとできなくなっちゃう。そうか、まあ、妖術師とかを使うってなるともう結構そうね、終盤までちゃんと温存しなくちゃいけない戦い方が主流になってくるかなって感じね。まあ、ただね、元のスペックそもそも強いしそうですね、まあ、テンポゼシカ大好き人間の皆さんは新しい道を開拓していきましょう。いきましょう。今回ね、ナーフだけじゃなくて、はい、ちゃんと強化、それはなんか言葉はあるんですか、ナーフ逆。まあナーフ自体をそもそもなんか全部に捉えていってたりっていう人もいるし、まあ中にリビルドを強化って言ってる人もいたりとか、要は自分で決める、まあ、そう、まあそうですね、別に公式の単語ではないと。でまず1枚目がね、アリーナの武術カード、ほうほう、飛び蹴り、飛び蹴り1コストから0コストへ。やっぱこちらはゼロはね、ゼロってだけで脅威よ。アリーナにとっての武術カードの数値って結構大事で、はい、モリーとか先行劣化剣とかこれを使った回数をなんか参照したりとか、うん、もう止まらん、止まらん、やめられんみたいな。
もうやばいよ。お菓子のお菓子のキサロ主戦の僕としてやっぱ、怖いね。怖いよ。本当に今尿立ちが全部。そう全部。後ろ行け、ってなるから。もともとね使い勝手いいカードだったから、ね、さらに使い勝手が良くなった。これはね恐ろしいよ。で、はい、次ククーロのカード。しかも両方ともレジェンド。クリフトとセーニャ、はいはい、まずクリフトからかな、うん、HP が上がったと、ね、元々は4でした、はい、4でランダム2マスのユニット2体を破壊する。ランダムそこですね。そうだよね。下手したら出てきただけっていう場面もね、5コスト3-4もしかしたら何もしない、そんなレジェンドいてたまるかと。なるほど、レジェンドの名がスタルト。そう、それはもうさすが分かってらっしゃった。はい、で、分かってたら最初からやってもよかったんですけど。でね、このステータスなんかちょっと見覚えあったりしない、はい、あ、妖術師。そう、お妖術師5ターン目に入れた時すごい取りづらかったね。確かに倒せない。そう、 6HP ってすっげー取りづらい。そうか、5コスト3-6っていうステータスがまず結構強いし、うん、だから、そうですね、そう、この強化自体はすごいいいかなって感じが、うんうん、セーニャね、1コスト下がったと、はい、まあ、10コストちょっと使いづらかったのかな、多分魔王ですもんね。まあね、コストとか言われちゃうと魔王セーニャってなってます。今までは、はい、そのセーニャ自体が10だったから、はい、テンション貯めてセーニャができなかったのよ。戦略の幅が広がるような感じ。そうですね、ただ1コスト減るだけでも戦略に幅が広がる。これが面白いからやめられない。単純に一旦早いとかってわけじゃないのか。そう、まあ、こんな感じで、はい、まあ、今回修正されたカードは以上になるんだけれども、はい、ナフ自体はね、はい、そう、うわ弱くなったじゃねえかよーとかいう人も結構いると思うけど、いろんなデッキに可能性の目を与えるっていう意味ではすごい重要、うんうん、まあ、お知らせもなんかね書いてましたもんね。お知らせの中にもね、あんな一生懸命書いてるとかあんまないよ。そうなんですか。本当はもう全員の職業が勝率 50% が一番綺麗な、まあね、環境として非常に面白い。だからちゃんとそれ見て納得して、はい、じゃあ次は新しいデッキ組もうぜみたいな、うん、次はね修正されたカードが、はい、果たしてどんな影響を、ね、試合中に与えてくるのかを実際 V に味わっていただこうと思いますよ。はい、はい、というわけで次回も見てくれよな。くれよな。